一画面勇者実況プレイ始めていきたいと思います。続きから。この宝箱はもう二度と開けないからな。じゃあここら辺の雑魚を倒しとくか。早速、あ、大丈夫か。なんかもうさ、雷の魔法とか使えないからさ、やっぱもう宿屋とか行っといた方がいいのかな。ここらで、お前ファイヤーとかガンガン使っとけ。ファイヤーは虫とかゾンビだよね。腐敗の鉱物ってのはゾンビってことか。じゃあ使っとけ。じゃあこの腐敗は二人で倒せたりする？もしや。あ、そうだ。この前つか前回やって思ったんだけど、勇者杖は絶対良くないね。わ、めっちゃ強いじゃん。これでもう一気に倒そう。お、いいね。だから杖7だもん。あ、お前当たらんのかい。それなんかその状態以上であれなん。海浜じゃなくてなんだっけ。命中とかも下がってんの。ロート4。え、ロートが 4? 戦ってなくても4になんの？いるだけ。パーティーにいるだけです。上がったりすんの。だったらもう、何も考えなくても良さそうだな。ってなってくるともうロート、どうしよう。ロート編成しといた方がいい気するけどね。まあ、とりあえず、アステラの MP 使い切るまでは、なんとかするか。宿屋、あん？あら、お客さん、おほほ？お泊まりになります？なんか怖そうだな、やめとこ。ビーストハンターの僕が獣の狩り方ってやつを教えてあげ、教えて。獣系の敵は雷に弱い。獣特有の感覚の鋭さゆえ、電気による刺激に敏感なのさ。そうなんだ。スパークやライトニングとかの、雷魔法で一気に殲滅するといい。ありがとう。雷魔法なら勇者も取得できるだろ。 MP 消費が激しいけど、ここぞって時に使っていこう。もうガンガン使ってるからダメなのかな、俺って。ここで宿屋使っとくか。いや、一回待つか。まだいけるな。まだいける。ここを戦おう。まあ、ここら辺はカットだな。勇者が何もできねえからな。なんだなんだ、戦いが進んだことでより強力なビフォーマが出、マジか、無理、もう結構きついよ。だって、さっきの戦いカットしてるけど、武田もなんか腹痛みたいになっちゃってるもん。ちょっと、きついな。魔王が健在。占い師、ブライトパス。ズバリ正解、キラキラ満開、きっと、スマイル満開、間違いなし、何言ってるか全然わかんねえわ。占って死んぜよ。ああ、いいや、いいや、いいや、いい。まだいいわ。苦しゅうない、わらわの術を見せてやるでおじゃる。戦いになる？もしや。戦いになるとしたら結構きついな。まあ、一回セーブしてちょっと戦ってみるか。アステラス、やばそうだもんな。腹痛とかが意外ときついんだよな。ふふふ、はるばる東方から来てみればこのような勇者と出会えるとは。もう安心せよ。わらわが来たからには百人力でおじゃら。あ、お前仲間か。秘伝の術で病魔を打ち払う姿、その目に焼き付けるのじゃ。ありがとう。わらわは、戦、巫女、大塚、勇者と共にあることをここに制約する。やった。めっちゃ仲間、あと一人か、仲間。どこだろう。戦巫女って呼ぶんだね、やっぱ。というのは、要するに魔法使いでおじゃる。全体魔法も単体魔法も両方使えるぞ。のは絶対強い。東方の魔法使いですか。私は魔法が増えてんですのでありがたい。前衛は私に任せてください。これはこれは。私も東方の出身ですので、地元トークができる方は大歓迎です。宿屋に泊まった時にでもお話ししましょう。そういうのあんの？へえ、戦巫女って言うのか。それって魔法使いとどう違うんだ。あ、なんか同じっぽいな。まあいいか。もうお前自己完結型だな。ふわはははは、感じるぞ。魔族に匹敵する強靭な魔法力。我が魔王軍の空席となった、四元将の席を用意してやろう。だ、お前いいやつだな、絶対。というわけで、アステラスありがとう、今まで。大塚を、レベル2か。ちょっとアステラスさ、装備とか全部もらっていい？勇者小林、ちょっとあんま使い物になんねえから、普通の剣で、この、ヘイトをいっぱい取るやつ、装備しとこう。で、大塚は？あ、いいんじゃない？魔法使いっぽいよね。何ができんの？なんかさ、病気とか治せたりしないの？やっぱり。東方の術師、肉弾性は苦手だが攻撃的な魔法が強力。素晴らしいな。
武田もな、もうきついもんな、結構。スパークが使えるのはありがたい。みんなが MP 使い切ってから宿屋行くか。敵も強くなるらしいしな。で、あとはどこ行こうな。ここは勝てんしな、絶対。軽く手合わせしない？いや、まあ、いいんだけど。あ、まあ、船手に入ったし、こっち側行ってみるかな。あと、誰が仲間になりそうかな。あ、こいつかな。なんか、マスクつけてるやつ仲間になりそうだな。眼帯。くらい、いい悪い顔してる。左側に結構仲間固まってたよね、でも、って考えると。下側に固まってたとか、そういう感じなのか。こいつなんだっけ？あ、防御力試されても。いやー、そっかそっか。じゃあ、ちょっとこいつに当たりつけて行ってみるか。でも両サイドが喋れるからな。が、薬も買いたいけど。これも気になるけど。え、どうしよう。まあ、とりあえずこいつに当たりつけていこう。あー、大変。結構大変になりそう、これ。まあ、とりあえず勇者何もできねえから、戦乙女のスパークで、ここは退治してもらって。スピードはどんくらいあんの？小林大丈夫か？あ、めっちゃ、まあ、やばいやばい。スパークで全滅させて。めっちゃ強いじゃん。あ、おー、ナイス。武田リカバー。お前仲間になる？違う。え、あと仲間になりそうなの、どれ？あの、まさかとは思うけど、あの、ああ、頭痛ピタンとか持ってないわ。あの、イカれたリボンつけてる女の子仲間になったりすんのかな？もしかしたら、ちょっとこっちが行ってみるか。まあ、とりあえずさ、MP の魔法使う。うわ、なんかエグそう。わ、ダメだ。ゾンビとかには全然効かないって言ってたもんな。やばい。これ苦手なタイプのやつらかもな。このゾンビ攻撃しといて。まあ、でも一応スパーク使ってもらうしかないわ。で、あー、間違えた。ガードじゃなくて、ファイヤーでお前がゾンビ倒せ。武田は何もできんしな。あ、そっか。あー、大丈夫か。ちょ、主人公にヒート言ってほしいんだけど。あ、全然倒せねん。やばい、強い。毒みたいなのあんの、普通に。やばいな。いや、ここはファイヤーだな。火炎の、ま、でも、二人とも炎属性だもんな、スパークか。ファイヤーだな。武田がやばい、武田がマジで。やばい、武田殺しちゃった。これ死んでたらレベル上がんないとかあんのかな。大塚、やった。いろいろレベル上がるけど。武田復活させたいな。武田ごめんよ。ちょっと武田を酷使しすぎたな。魔法、戦巫女復活させれる？ダメだな。リカバー使えそうな人いる。あ、お前リカバーは持ってないか。ってなってくると、武田絶対強いんだよな。まあ、ちょっとやってからに考えるか。武田ごめんよ。お前の死は無駄にしたくない。でも、こうなってきたら、装備ちょっと、すいません、装備ちょっと変えときますね。やっぱ、ロートに、全ヘイト取ってもらおう。ってなってくると、小林ってほんと何もできないやつになっちゃうんだよな。宝箱開けようか。あ、英氏の盾。なんか強そう。どういう盾それ。あ、強い。敵から狙われる率が2倍。な、ちょうどいいじゃん。ちょうどいいよね。で、小林お前、せっかくだから盾、邪輪の盾つけてもらえ。打輪か。え、普通にさ、毒みたいの食らってるよね、やっぱ。小林。あと一人仲間になってからさ、行きたいんだけど。上質の武器と EX の薬を売ってやる。買い取りもしてるぜ。派手に取引しとくぜ。ああ、いいや、いいや。こいつは？銀遊詩人カイオム。私は英雄の物語を語り紡ぐ。語り繋ぐもの。あなたのお話をお聞かせください。できれば強敵を打倒したエピソード。あ、これ四天王倒してからとかか。いや、無理かな。ちょっと無理っぽいよな。もう。ちょっと待って。一回さ、道具見ていい？
宿屋ってさ、戦闘不能解除されんだな。もう宿屋使おう。しょうがない。あの、最初の町の宿屋の人行くか。あー、待てよ。こっち側の宿屋行ってピエロ行くって手もあるな。470しかない。お願いします。戦闘不能はどのプランでも解除できる。まあ、100、個室行くか、個室。150回復する必要あるのかわかんねえけど、個室にするか。あ、なんだ。制約の使徒たちの宿での会話を垣間見る。今夜閲覧可の3回、あ、そうなの。あー、なにこれめっちゃむずいやん。このゲーム。どうする?戦士、上から見ていくか、普通に。戦士と戦巫女。おや、大塚様、どうなされました?おう、ロードでおじゃるか。いいところに来たの。荷物を棚の上にあげたいのじゃが。棚が高くて難儀しておるのじゃ。手伝ってたもうれ。お安いご用です。よいしょ。いやー、背も高いし力もある。お主は頼もしいの。わらは専属の騎士になってほしいくらいじゃ。いや、王子様かの。ほっほっほ。あの、私って男っぽいですか?ん?あ、すまん。気に障ったかのえ。かん、た、まあ、よくわかんない言葉だな。いえ、そういうわけではありません。戦士の家系に生まれ育った私は、人から頼られる、人間になれるよう、努力してきました。騎士としての心の優しさ、剣士としての技の鋭さ、戦士としての体の強さ、真偽体を磨き上げることで、人間性を高めることが大切と教わってきたのです。そこには男も女もありません。ほう、なんとも気高いのに、なんとも気高きものにおじゃる。これが騎士道精神というやつじゃな。しかし、結果として男性的とみなされる場合が多い。それは現実です。ふむ。わかりますか?ちょっと気になっていた男性から、君、女だったのかと言われる気持ちは、なんか、触れちゃいけないところに触れたのかな。ちょっと話長えなと思ってたんだよね。え?最近は化粧したり。ほら、めちゃくちゃしゃべるもん。戦巫女の返答に対しても、1の返答で10返してくるもん、ローと。イヤリングをつけたりして、女性らしさに気をつけてるつもりです。それでも王子様っぽいですか?もうやめとけやめとけ。ごめんごめんって。もう王子様って言わない言わない。これからは絶対二度と。いえ、気にしてるわけではありませんが、絶対気にしてんじゃん、それ。じゃあどうすればいいのですか?髪を伸ばさないといけませんか?いや、どうだろうね。わかんないわかんない。もうその、ありのままのロートちゃんが好きな人を見つけるまで旅しようか、一緒に。まあ別に。気にしたこともなんてありませんけど、さっきのも気に触ったりしてませんし、もう絶対気にしてるもん、怖い。その、地雷を踏んだようでおじゃる。あれじゃ、男性的とか女性的とかそんなことは、無数にある様々な尺度の一つに過ぎぬ。そんなことを気にして、自分らしさを損なう方が、もったいないでおじゃる。もちろん、好きな殿方を振り向かせるためにおしゃれするのも、それはそれじゃ。しかしまあ、女性の王子様がおってもいいではないか。そうだよね。女性が王子でもいい。わらわも、巫女として精霊や妖精と交信する立場上、身につける者には気を使っておじゃる。霊力を増幅する髪飾りとか、霊気の流れを阻害しない素材の衣類とか、制約をしつつ、その中でも自分好みのものを選ぶのじゃ。そういう中で自分らしさとは、自然と出来上がるものではないかの。そうですね。私は少し、らしさというものにこだわりすぎていたのかもしれません。それではおやすみなさい。こんは。よく休むでおじゃる。さて、棚にあげてもらった荷物、明日おろしてもらうときはどうするのかの?いや、他の人に。なんとなく頼みにくいぞい。ま、この話は棚上げして。寝るとするかの?全然うまいこと言ってないぞ。じゃあ、戦士と忍者。さて、夜の闇に沈むか。え?夜の闇に沈む?どういう意味ですか?あ、いえ、なんでも。その、さて寝ましょうか。ああ、なるほど。眠りにつくことを夜の闇に沈むと表現したのですね。何度も指摘で素敵です。あの、聞かなかったことにしてください。え、聞いてまずかったでしょうか?は、まさか忍者の暗号?いやもうロートちゃんって結構めんどくさいタイプの子なの?もしかして。いえ、あの、そういうのじゃないです。個人的な癖というか、そういうフレーズが好きなだけで。はあ、そういうですか?失礼しました。それでは、おやすみなさい。おやすみなさい。危なかった。普通の言葉を影のものっぽく言い換える遊び。闇遊戯、漆黒のことの葉を一人でやってることがバレたら何それ。忍者のクールでスタイリッシュなイメージに傷がつくものな。いや、そんなことない、そんなことないよ。独り言が多いな、と思いつつ気づいてないふりをしている。あ、そうなんだ。
ちゃんと空気読める一面もあるんだ。じゃあ戦士と爆闘士、ご飯も食べましたし、そろそろ寝ましょう。おー、いたいた、ロータ。まだ寝るの早いぞ。え？ポーカーやろうぜ。お腹いっぱいでもう眠いのですが。ちょっとくらいいいじゃん。わかりました。トランプのポーカーですよね。では少しだけ。うわ、強い、全然勝てねえ。アステラス様、表情に出すぎです。ポーカーフェイスってやつか。ロータは全然顔に出ねえな。いかなる時も冷静沈着に。北方の騎士の教えです。そっか、騎士の教えか。うちはいつでも思ったことを口に出すし、気持ちは体で示すって感じだな。羨ましいです。雪深い北国では我慢することが大事と教えられますから。そっか、北国は寒いもんな。やってけそう、こいつら二人は。あ、どうされましたか？眠くなってきたら寝るわ、おやすみ。自由か、お前一番。はは、おやすみなさい。今まで人を振り回してきたロートちゃんが、ついに振り回されてる。自由な方ですね。よし、たく。宿命の使徒だか知らんが、夜中まで騒ぎやがって、おっと。なんでもございませんわ、おほほ。昨日はよく休めましたか？いってらっしゃいませ。わ、めっちゃ嫌な感じの人、あの人。まあ、とりあえずこれで MP とかガンガンマックスになったし、勝てるね。一旦ちょっと前々から気になってたこのピエロのやつ、倒すか。まあ、魔法使いの子もいるしね。うわぁ、昆虫は炎って言ってたな。うわぁ、そっか、ここら辺効かないんだ。あ、そっか、魔法が使えないのか、今。ファイヤーだな。ファイヤーで、もうガンガン倒そう。あ、お前も魔法使えないのか。まあ、でもロートがヘイト取ってくれるから、でも全体攻撃は意味ないのよね。ミス！頼む、倒してくれ、二人で。お前ら二人しか、お、よし。そういうこと、そういうこと。ちょっとさ、大塚ちゃんにさ、ファイヤーとか使わすのもったいないけど、やばいな。主人公がちょっと、あ、ナイス、やるじゃん、ロート。よし、ここまでたどり着いたな。ピエロだな、まずは。よ、曲芸師、千住。ランランラン、ハッピーなセットをプレゼントしましょう。ハッピーセットもらおう。どうぞ。鍵の小箱。あら、この箱を鍵がかかってる。仕方ない。鍵師のおじさんにあげてもらってね。そんなんいんの？こいつ？貴族ビヨンフェルミン。ビヨンフェルミン聞いたことあんな。お腹が痛い。ああ、そういう系の人ね。いや、こいつはいいや。じゃあもうリボンちゃんのとこ行くか。ダメだったわ。ピエロてっきり仲間になるかと思ってたのに。じゃあリボンの人を仲間にしようか。ちょっとパーティー編成良くないかな。武田が無傷だから武田の方がいいか。一旦武田連れてっか。電撃もあるし。そうだね。武田連れてこ。もうどうせ主人公がめちゃくちゃさ、めちゃくちゃになってるからさ。武田ちゃんを連れてこ。武田ちゃんを。あー、武田ちゃんがあんまり何も装備できない。オッケーオッケー。まあいいか。ここ一戦勝つだ。あ、危ねえ危ねえ。この一戦勝てばいいだけだもんな。勝とう。勝ったら絶対リボンの人仲間になる。信じよう。だって6人だもんね。ちょっともう一回見ていい？ 1、2、3、4、5。あと1人だもんね。絶対リボンの人だ。戦おう。勝とう。雷機関系ばっかだな、最近。まあ普通に戦って、攻撃ラビット、会心ラビット強そうだな。会心ラビット倒しとくか。スパークだな、普通に。まあ、とりあえず、魔王はやっといて。普通に、武田、あー、会心ラビット早いのね。うわ、早いね、お前ら。スパークでネズミ二人倒せ。倒せないんだ。よし。いや、武田より早い、ラビット。武田の方が早い。けど倒せない。よし。本当に強くなってきたな、みんな。敵が。ちょっと待って、船が。そうなの。こいつんとこ、
行かないと船ってこと？船ってこと？取引するじゃあ、初めての取引、じゃあ敵倒す必要なかったじゃない。じゃあ取引しよう、海賊クリングルと。購入、わあめっちゃ、何これ、頭痛ピタン EX、 頭が痛くて体力も減ってる、そんな時にこれ、あ、そういうこと、こんなんあんの、めっちゃ買いたいわ。売却、あ、復活水とか無理、戦士の斧1個売っとくか。防具は売れるやつある。うわあ、普通の指輪な、ここら辺で売れるの、500ゴールド。うわ、こういうの買っときてえな。EX な。あ、ポンポンキュア。下痢して衰弱してる。なるほどね。いや、買っとこう。もう、だって、買えるとこはあんまないんだもん。買っとくしかない。大いなる力を導きし、制約の勇者か。大いなる力、すなわち、外なる世界のものってわけか。その力で必ず世界を救ってくれよ。それが勇者ってもんだろ。当たり前だ。うわ、ただあいつはもったいなかったかな、まだ。金ある時にさ、やりたかったよね。まあ、まだ薬はいっか。おい、あんた勇者か。勇者に船が貸し出されたと聞いてな。物資を渡したいんだから。何これ、ちょっと怖い。勇者さん、水着美女マイラン。勇者さん、いいこと教えてあげるね。は、聞こ。絶対聞こ。なんだろう、いいことって気になるわ。仲間になってくれる？もしや。教えて。それでは、うわー、ビオーマ四天王の情報です。四天王のうちの一体は、竜に変身する異星人だそうです。その名も殺戮のファフニル。魔法力がすごく強く、炎も雷も使うとか、戦うなら装備で属性耐性を重視するといいかもしれません。そんなんだ。さて、勇者さん。実は四天王は全部倒さなくても2体倒せば均衡が破れ、病魔の根源を暴くことができます。そうなんだ。次元の狭間の向こうに最後の敵が待っているでしょう。ありがとう。いい情報だったけど仲間にはなってくんねんだ。物資もらう？海賊王から一旦。一旦物資もらうか。くれ。おっと、その前に本物か確認しよう。正当に船を借りた勇者なら船の名前くらい言えるよな。言えねえ。ええー、まあ、ゴールデンだったな。ゴールデンブライトホープだったな。エキシビジョンアウフーヘーベンとかだったもん。なんかエキシビジョンってあったもんね。ネオグラジェスバイオマス。バイオマスってあったな、絶対。うん、バイオマスだな、多分。プリティプリンスだっけ？で、あとは、ドロロン、あ、じゃあ、ドンブラコドロブネー号だ。ふめ、登録された名前と完全に一致する。そうなの、すげえ、よかった。よかった。完全に一致したの。物資を渡そう。覇王の斧。うわ、なんかすごそう。悪いな。試すような真似して、限られた物資を確実に勇者に渡すため、警戒してるんだ。いや、大事大事。しかしな、これで俺の制約も果たされたことになるのか。それぞれに与えられた役割なんて断片的なもんだ。この制約領域にいる奴らの中には、これが何なのかよくわかってない連中もいるだろう。かくいう俺も深く理解してるわけじゃない。だがこれだけはわかる。海の高校の、高校で合ってんのかなこれ。自由を失われて久しい。再び自由を取り戻すため、病魔の根源を断ち切らなきゃならねえ。人類に自由。かっこいいおっさんだな。斧使うやつが今あんまいないから、あ、斧使えないんだ。誰が装備できる、この中で。武田斧装備できんよな。ってなってくるともうあれだな。ロートに頼るしかねえな。ロートちゃん、ちょっと、もう一回頼むわ。覇王の斧。攻撃力、尋常じゃないぐらい上がってんな。やっぱロートちゃんだな。結局は。解除だ。ほんと主人公が全然使えねえなぁ。まあ、このまま行くしかないな。この上のやつ四天王っぽいけどね、結構。あと仲間になってくれそうなやつ、誰だろうね。金も欲しいしな。
どこ攻めてったらいいかな。これ仲間こんだけさ、集まってんのって運いいのかな、めちゃくちゃ。え、仲間になりそうなやつどいつだろう。上らへん行くか。まさかあの上羅のやつが仲間になったりしないよな。ここ、潰しに行っとくか、一回。あー、ちょっと炎属性系あんま良くないな。ちょっと、会心ラビット強かったから、スパークでとりあえず殲滅しつつ、ファイヤーかましてもらって、会心ラビット絶対潰す。うわー、ま、お前もスパーク使ってくんの？ビートル。ビートルちょっと強えわ、ほんとに。ナイス。ビートル倒して、ナイス。いや、怖い。あいつやばい。勇者さ、今も使えないんだ。リカバーもったいねえよな。ちょっと、もう一回道具見ていい？何がさ、頭痛ダメ、防御は、これ、喉痛か。喉痛を治さなきゃいけねえ。喉痛治すさ、薬ある？頭痛ピタンはダメだ。喉痛治すやつがねえ。HP33 やばいかな。喉痛治したいんだけど、喉痛の薬買いたいな。薬買う、買えるやついる？お、あんた可愛いな。ちょっと、私がお祈りしてやろうか。ああ、そうな。ちょっと待つか。お薬欲しいですよね。欲しい、欲しい、欲しい。ちょっと待っとけ。研究の成果は一度だけパーティー全員のレベル1上げることが可能なの。今がその時か、絶対今じゃない。お薬もらおう。はい。ブースターパックです。なにこれ？頭痛ピタン EX を2個。わ、めっちゃいいじゃん、お前。めっちゃいいじゃん。EX の薬は通常より HP の回復効果が高いのです。病気にかかっていて HP も減ってる。そんな時に使いましょう。ありがとう。何お前めっちゃいいやつだな。私って女の子だったの。そもそも小林って。お祈りしてもらおうかな。お祈りしたら病気治ったりする？もしや。お願いしよう。へへ、そう動かなくちゃ。それじゃあ、病魔退散を祈るためしばらく一緒にさせてもらおうか。あ、やった！なに女同士。気兼ねはいらねえ。いろいろ教えてやるよ。私は、祈祷師、ファイザー、契約しよう。勇者小林の守護者となることを。やった！全員揃った！これ結構早い方じゃない？俺。祈祷師というのは、要するに僧侶、ヒーラーだ。HP の回復が得意で、蘇生の魔法も覚える。祈祷師殿ですか？回復役がいれば、我々も安心して前線で戦います。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。攻撃魔法は使えんのかい？わらわの足を引っ張るでないぞ。いや、冗談じゃ。怪我した時は頼むぞ。ヒーラー、一芸に秀でるとはこのこと。私は器用貧乏と言われることもありまして、回復特化というのは頼もしいですね。なかなかお前、物知りっぽい顔だな。さては戦闘で頻度とか教えてくれるやつ？きっとそうだ。一緒に戦闘しようぜ。なんだお前。うわ、あ、あ、あ。治癒術師の使い手であるな。ありがたい。我が魔王軍に癒してなど、いくらいてもいいからな。大切な仲間だ。お前絶対仲間思いのいいやつだな。よっしゃ、全員揃ったな。みんなの、ファイザー。あ、ちょっと待って。ファイザーの能力を見よう。はぐれ者の破壊層、破壊層。回復のエキスパートで能力値は平均的。そうなんだ。で、魔法は？ヒールガード。でも、いるだけででかいよな。まあ、いなくてもいいのか。いなくてもいいんだ。今、こういう時に使えるんだ。ありがとう。ファイザーありがとう。お前、戦闘に出ることないかもしんないわ。もしかしたら。オッケーオッケー。じゃあ、もう安心だよな、本当に。大所帯だから、一回しか、パーティー全員にみたいな話のやつは全部取ってっか、今から。いや、よかったよかった。こんな早く集まるもんなんだ。一人につき一個でしょ。くれ！ありがとう。戦闘不能になると、それ以外の状態異常は消える。状態異常の治癒量が足りないときは、あえて戦闘不能になってから治癒するという小技も使えると確かにね。まあ、ともかく道具は持っておいては損はないだろう。ありがとう。防御力を試されるか。でも装備がっつりやれば防御力って結構上がる。いや、まあまあもうちょい待つか。体に切る防具か。いらねえんだよな、今は。ここ倒しとくか。ここ倒して二人に話しかけられるもんな。
新しく。もうだって仲間とか増えないんだからガンガン行こうか。てかどんどん喋りかけてもいいんか。もう気になる奴らは。あ、お薬欲しい。はい、スターターバッグです。あ、やったやった。あ、こういうのもらえてたの、ありがてえ。病魔との戦闘では病気にかかることもあります。病気は薬を使わなければ治せません。魔法で HP を回復することはできても病気を治すことはできないのです。そう、だいぶ苦労してる。お薬を使うときメニュー画面の道具で選んでください。ありがとう。あー、いいや、それは。あー、そっか、宿屋はいいわ、まだ。あー、そっか、こいつの話とかも聞きたいしな、結構。武器は欲しいけど。よし、じゃあ、なんか、あ、頭痛いわとか、お腹痛いわってやついたから、全員直してやるか、今から。いや、お前なんか頭痛いとか。あ、あるよ。頭痛ビタンを一つあげた。あら、サンキュー。ふう、楽になった。勇者、そういえばそんなのがいるって聞いたわ。はい、これ、修道院からの支援物資よ。やった、僧兵のフレイル。相変わらず、酒飲んで二日酔いか。あら、ファイザーいたの？言ってくれればベッドの準備くらいしたのに。ああ、学院にいた頃のさ、腐れ縁ってやつだよ。やだ、もう勇者様の前で深い仲だなんて言わないでは恥ずかしい。言われてない、別に。言ってねえよ、腐れ縁って言っただけだ。もう、照れ隠しなんてしなくていいんだから。ふふ、あんたに私の大切なものあげちゃう。あ、やった。精神のご夫、ありがとう。MB の上がるご夫か、ありがたくいただくぜ。最後に会えたのがファイザーでよかった。じゃあね。去り際のセリフきついわ。そっか、もう仲間もこうやって全部揃ってるから、本当に気兼ねなく喋りかけていいみたいな感じなんだろうね、多分。まあ、せっかくファイザーがもらったんだから、ファイザーにつけときたいよな。僧兵のフレイル。なんて読むのこれ、今しめ率により、戒律か。戒律により刃物を使えない者は鉄球を使うことにした。そうなんだ。でもだいぶ強いね。MP が 125% 増量。すご。すごいね。え、そんなん、逆に大塚に装備させたいけどね。大塚に装備させといた方がいいな。ごめん、ファイザー。お前多分あんま戦闘出ないもん。きっと。精神のご夫、大塚だよね。フレイルとか装備できる人いる？いないよね。だいぶ強いな。このパーティーが結構好きなんだよな。魔法メイン。本当はロートのところにあいつ入れたいけどね。忍者の人。でもロートが一手に全部のヘイトを集めてくれるのがありがたいから。誰かお腹痛いんだっけ、お前。ああ、いいよ。ポンポンキュアやるわ。ふう、ありがとうございます。おかげで楽になりましたよ。これはお礼です。500G の勝負、何これ？ 500G で買い取ってもらいますよ。いわゆる売却専用アイテムってやつですね。そんなんだ。さて、勝負とはまさに制約の結晶。制約とはすなわち、決意する精神エネルギーの発露。制約領域の中で制約が果たされるとき、その存在は次元を超えるとか。覚悟はしてます。世界を病魔の厄災から救うためです。ああ、いいやつだな。重剣士、ヒサ、ミツ。あ、病魔と戦って勇者ってあなた。四天王の情報ありますか？お前絶対四天王だろ。四天王みたいな顔してるもん。まだ戦いたくないよ、四天王だったら。じゃあ次はドイツと戦う。あ、こいついいんじゃない？もう戦って。全員いるしな。オッケー、いいよ。よし、行くよ。いいよ。聖剣士、殿下。この戦いは逃げられない。わはは、私に勝ったら剣をあげよう。さて、君のレベルに合わせていくよ。そうなの？レベルに合わせてくれんの？あ、そっか、こういうの使っときゃよかった。まあ、攻撃して。まあ、でもこっちには強い人たちがいるからね。二人の魔法でなんとかなるよね。あ、なんもできねえ。だからヘイトは全部ロートが取ってくれるもんね。あ、ロートいいじゃん。ダメージも与えられてる。勝てるぞ、これ。普通に。だって HP 相手もほとんどなかったもん、ほら。勝てるな。やっぱ俺ら強えんだ。俺たち強えぞ。勝てる。なんだ、殿下弱えじゃん。フレイム覚えた。大塚、ナイス。フレイムって何？武田レベル5。お疲れ様。この剣をどうぞ。上質の剣。それほどすごい剣じゃないけど、あなたが冒険を始めたばかりだったら、かなり頼りになるはずだよ。なんせ私のところに来るまでには、たった2回病魔を倒せばいいわけで。
話は変わるけど、戦闘に出てない控えの仲間も経験値は入るよ。あ、知ってる。同時に戦闘に出られるのは4人までだけど、見えないところで後方支援してるってことだね。そうなんだ。まあ、上質な剣ありがたいな。ローとは覇王の斧だから、まあ、小林かな。小林ちょっとま、上質なもん装備しとけ。ただ小林が一番使えねえんだよな。ちょっと普通に直しとくか、頭痛ピタンとかで。頭痛ピタンは、ローと頭痛これ。あー、間違えたけど、ちょっと待って、戻っていい？ちゃんと見るわ。頭痛がこの星が出てるやつ、腹痛が毒みたいなやつ、喉痛か。喉痛を治そう。でも、ロートは別に魔法使わないから、喉のやつ使わなくてもいいか。主人公が喉すっきり使って、喉すっきりを使って主人公に。で、ポンポンキュアか。OK、これでいいな。さあ、勝てるぞ。大塚の HP がやばいから、ちょっとファイザー頼むわ。お前しかいねえんだ。まともな回復薬。ただ、ファイザーの MP もうなくなっちゃってんな。こいつ何だったっけ？病魔を打つ、あー、カブトはいいや。じゃあね。まあ、ここ行くかな。いや、待て、こっちが行くか。あー、もうよく見るやつはね、カットだな。なるべくダメージを受けずに倒したいな。フレイムって何？あ、単体に大きなダメージ、すごいな。結構楽勝だな、本当にもう戦いが。いい薬あるよ、高いよ、1個 400G。全体回復の薬だよ、お金ある？なら売るよ。ほら、早く。ほら、ほら、いやもう400ないわ。富豪の孫娘、インテンディス。病魔から世界を救いたいですよね。通りすがりのあなた、募金をお願いします。所持金のたった半分で構いません。あ、まあいいね、これは。募金するか。いいよ、いいよ。195G しかないし。こんだけで足りるなら募金するわ。全然ねえじゃねえかとか言われんのかな。いいよ。大事なのは金額ではなく気持ちです。たった90、たったって言うな。ゴールドでも立派ですよ。さあ、これはあなたの気持ちに報いるお礼です。復活生ありがとう。貴重な募金は我々の財団がしっかり管理するわ。そしていつの日か財団職員から世界を救うという勇者へ支援金として渡すのです。俺らだよ。どこの誰かは存じませんが、ご協力ありがとうございました。それではごきげんよう。ああ、俺らだよ。もしかしてこの入れた金がめちゃくちゃ増えたりしたの？本当は。増えたりするシステムだったの？あと何ができるっけ？ああ、剣はいいや。薬もいいや。金がねえんだよな。売りたい。売りたいよ。あ、攻撃力はね、試されても。あ、レベル1は熱いけど確かに。お前なんだっけ？あ、虫対策の心聞こうか。虫系の敵は炎に弱い。東方に伝わる、飛んで火にいる夏の虫という言葉知ってるか？虫は暖かい方向に向かう習性がある。炎に迫られても向かってしまうから簡単に焼けてしまうのだ。そうなんだ。炎の魔法は単体攻撃だが、その分威力が高く MP 消費も控えめだ。虫系の敵が出たら炎でさっさとやっつけてしまおう。あ、ありがとう。優しいな、お前。いいやつだな。あ、武器は欲しい。では、一つ差し上げます。どれがいいですか？うわぁ。どれもいらね。杖がいいかな、杖。普通の杖持ってる。普通の〇〇という名前の武器は、それぞれの種類の中で最弱のランクです。すいません。私が、腕が未熟なので普通の武器しか作れないのです。いや、全然いいよ。序盤に話しかけてたら助かってたのかもな。ほら、見てください、この素材。こんなもの宝の持ち腐れですから差し上げます。玉鋼。こいつは、伝説の金属アダマ、タイトじゃねえか。どこでこれを、玉鋼って言ってたのに？勤務先の工房から渡されたのです。熟練の職人と間違えて、ペイペイの私のところに送られてきました。伝説級の職人なら最強の武器にでも加工できそうだぜ。そんなやついんの？っていうか、工房で働いてるのに自宅で仕事してるのか。せっかく名称の工房に就職したのに、病魔の影響で自宅待機に遠隔勤務。これじゃ先輩の技術を勉強する機会もありません。そうだね。玉鋼。だから鍛冶職人みたいなやつがいるんだ、どっかに。鍛冶職人っぽいやつ探さなきゃ。お前はなんだっけ？あー、これはいいや。あー、買った買ったって言われてもね。うわ、どこ行こう、次。
まあこの王様と宝箱のとこ取ってみようかな。あー、いい塩梅だな。まあ戦っときますね、ここら辺も。よし、倒したぜ。さあ、王とかなんかいいもんくれたりすんのかな。ちょっと戦闘が結構運要素あるね、やっぱり。でもまあ病気を受けなければいいもんね、基本的には。ファイザー、まだヒール使えるけど1回か。ちょ、ロート頼むわ。回復が間に合わんくなってきたな。旅の資金だぞ。一人につき100ゴールドあげるぞ。ありがとう。優しいお前。すげえ本物の王様だ。やっぱ生で見ると迫力が違うな。そんなにジロジロ見られても困るぞ。王様、王家に伝わる伝説の剣とかねえの？何？見たいのか？むむ、そんなこと聞かれたら自慢したくなっちゃうぞ。だがあくまで宝飾品だから、当主である君のお気に召すかどうか。ほらこれだ。クソデカ宝石付きゴージャス上質の剣。名前ダサ。わぁ、なんかピカピカだけど、うちにはよくわかんねえな。その宝石は邪魔だから外してくれよ。いい、まあいいか。はい、上質の剣を手に入れた。ああ、ありがとう。おい、ちょっと今外した宝石、こいつは結晶石じゃねえか。生命力を高める力がある。え、ほんと？ただの高価な宝石かと思ってたぞ。いや、君相当な目利きのものだぞ。まあな、お宝にはちょっと鼻が効くもんでね。よし、役に立つものであるならば、制約の使徒たちにあげちゃうぞ。喋り方変だな、お前。ありがとう。あぶね、私がいなければ無駄にしちまうとこだぞ。あ、ありがとう。サンキュー。さて、病魔の動きを封じるため、人間も行動も制約せざるを得なかった。そのために補助金をばらまいたおかげで、もう国庫も速攻をついたぞ。とはいえ、国民の命を守るためだ。背に腹は変えられぬぞ。制約の勇者小林よ、病魔との戦い、この制約領域が最後の正念場だ。頼んだぞ。任せとけ。だいぶ喋り方変だけど、いい王様だったな。優しい王様だ。普通に、やっぱ早い方がいいと思うんだよね。なぜなら、もう相手に攻撃される前に攻撃をこっちがかました方が絶対、それなので、小林、お前が全部の兵刀を取れ。斧とか持ってないし、まあ、とりあえず武田だな。武田に上質な剣つけといて。って感じだな。これでいこう。え、で、なんか手に入ったのは何なの？生命の結晶。使うと一人の最大 HP が20。成長。傷つくことなき混合石。言わずと知れたダイヤモンド。最大 HP が20成長？すごいな。使った方がいいの？それとも残しといた方がいいの？こういうの逆に使えないんだけど、俺。一点物だが一応売却も可能。あ、そりゃきついな。使用すると何度でも内容を読める。50ゴールドで売れるので内容を覚えたら売ろう。あー、そっか。でもこういうのも残しておきたいっちゃ残しておきたいな。まあ、セーブしてどんどん進めていくか。結構やっぱボリュームあるよね。1画面でさ、終わんのにボリュームがあるよね。いや、まあ宝箱怖いな。勇者様、この剣を捧げます。ありがとう。義勇兵アースゲン。兵士の剣。病魔との戦いに敗れ、死んでいった仲間の剣です。仲間は病気にされ、戦う力を奪われ、なすすべなく殺されました。気をつけてください。死者や悪霊タイプの敵は、病気をもたらす魔法を使います。薬が残り少ない時は、そいつらを優先的に倒しましょう。ありがとう。死者や悪霊ね。逆にこちら側が状態以上の魔法を使えたとしても、死者系、亡霊系の敵にはほとんど効果がないでしょう。そうなんだ。重大なことを教えてくれたな。ちょっといい装備もらったんだよな、多分今。兵士の剣。あ、あんま良くないな。一般的な兵士が使用する普及品なんだ。上質な剣の方が強えんだ。普通の剣よりか強えってだけか。さあ、宝箱開けてみるか。あ、普通の鎧、ありがとう。誰が装備できる？お前装備できる？できねえんだ。もうみんなね、鎧ぐらいは装備してるもんな。小林ですさえ。オッケーオッケー。じゃあ、この病魔倒すか。うわー、えぐ。まあ、ガンガン魔法は使ってく。とりあえず、ゾンビは炎。ガンガン炎だな。で、スパークも一応かましとけ。武田のスパーク、あ、そっかそっか。魔法のさ、あ、ありがとう、ナイス。お前、強いじゃん。あ、いいじゃん。これいけんじゃない？あ、相手の攻撃も受けろが。でも8だけ受けて倒せたなら全然上々。
忘れてた。あ、また強くなんの？戦いが進んだことでより強力な病魔が出てくるようになった。やだよ、やだよ。じゃあ、なんか指輪とかさ、誰かつけてる？あ、ちゃんと俺全員の装備外してるわ。まあ、指輪つけてんのか。あ、そっか。で、杖とか装備できないもんね、武田は。バランス型だな、ほんとに。まあ、いっか。これが最強だ、今。今、俺らは最強だわ。俺たちは最強だ。まあ、まだ宿屋もあと3つ残ってんだもんね。全然大丈夫。お金も500、888あるし。いや、怖い。おしゃれな指輪売っています。買い取りはできませんが、あ、いい山だ。戦士や兵士向けの武器をお売りしよう。大した品揃えではないがどうだ。いやー、いい、買い取ってほしい、どっちかというと。開けよう。あっと、来た。恐竜のティラノ。宝箱の中から病魔が飛び出して、勝てるか、こんなの。え、勝てるか？まあ、戦うか。まあ、でも、まあ、今までの俺たちとちょっと違う。フレイムだ。頼むぞ。で、お前はファイヤーだ。いやー、そっか、もう、武田攻撃だ。いや、強い。53だ。倒せるか。ファイヤー頼む。フレイムはどうだ ?34。相手の HP はどんくらいだ。あー、結構半分ぐらいはいってんだ。じゃ、ちょっとここら辺で自分にヒール入れとくかな。そうだよね。だってお前が一番ヘイト飛んだもんね。フレイムかまして。もうあと2ターンぐらいあればこいつ倒せるな。だ、大丈夫か小林。小林死ぬなよ、お前。いや、もう次の攻撃でお前死ぬじゃん、絶対。避けれたりできるか。それかこれで決めてくれ。無理だ。ヒールを入れとけ。とにかく。あ、防御したらワンチャンなんとかなんのか。フレイムが使えない。魔法が、あ、しかも全然届かないかも。リカバーか。うわー、そっか、無理か。まあ、攻撃しとこう、普通に。小林は身を守ってる。あ、かわした、ナイス！やるじゃん、小林。フレイムだ、頼む。よし、いいぞ。オッケー、倒したじゃん、俺ら。恐竜を。やった。アストラゼネカでもフレイム覚えたやん。スーパー魔法水。やったな。あんな強そうな奴らも俺ら勝てたぞ。魔法水って何？わあ、180、使い勝手が難しそうなやつですね。ただね、もう大塚が魔法が使えなくなったら使い物になんないよ、これ。単純に。大塚、魔法でやってたじゃん、今まで。え、いい？ちょっと、使っちゃう？アイテム。アイテム。魔法水70分ぐらいだけならいいんじゃない？使っちゃおうか。で、こっち側行くかな。セーブしとこう。楽しいね、やっぱ。ちょっと回復入れときたいな。普通に勇者がここでヒール入れとくか、みんなに。お前でもサンダーとか使えるもんな。まあ、一回か。こんくらいやっとこう。で、セーブして、ここ倒して、キリいいとこでやめたいんだよな。ここ絶対倒そう。あー、いけそうだね。何？脳症のファントム。やばそうだな。ってこと、あいつはスパークが効くのか。で、とりあえずヘビは、ファイヤー撃っとくか。単体の。で、一応スパークもかましといて、二人で。頼む、倒せてくれ、倒せねえんだ。勇者いけるよな。お前のスパークでかかってる。あいつ強えんかよ。やべ、あ、でも、通常攻撃なら問題ないわ。よし。フレイムあんま効かないんだろ、でも。あ、いけるな。俺たち強えわ。俺たち強かった。よしよし、勝てた。勝てりゃいい、もう何でも。じゃあね、おっさんは？伝説の鎧職人、コーバンス。病魔の影響で流通も阻害され、いい防具素材がなかなか手に入らない。お前さん防具が欲しいのか？欲しいけど、まだ他のとこで素材手に入るかもな。あの、お姉さん、お水を買ってくれませんか？まあ、買うけど。おしゃれな、あ、お前、そうだな。え、お前が本物の職人？他にも職人いたりする？もしや。
いや、まだわかんないもん。だってもっとさ、あるかもしんないもん。玉鋼は持ってるけど。だって武器職人のところで手に入れたんだから。え、でもお前だったりすんの？伝説の鎧職人だったりすんの？いやー、ちょっとなんかもったいない気すんだよな。他の職人もいるかもしんないもん。おばあさん。まあ、一応、見てみるか。おばあさんの服や。何これ、動きやすくて筋肉をサポートする、筋肉痛の発症率半減、あんま必要なそうだな。敵の注意を引きつける派で、あーなるほどね、闘志。あ、これいいかもな。歴戦のこれちょっと買っとくか。400ゴールドするけど、ありがとうおばさん、毎度あり。来店記念に割引券あげるよ。いる？孫に本店を継がせたんだけど、そっちの店で使える。あ、そうなんだ。ああ、病魔に侵食されたこの世界、商売上がったりだよ。これが新しい生活様式なのかね。ひどいものさ。そうだね。え、そのさ、装備は誰が装備できるの？武田装備できる？できねえんだ。武田って装備できねえんだ。え、じゃあさ、買った意味なかったかもな。あ、あるか。防御敏捷性、敏捷性マイナス5か。ただでさえ遅いのにね。まあ、いっか。お前つけとけ。鎧は切れないんだもんな。まあ、一回か。まあ、一回買ったんだ。400円、ちょっと上がったけど、まあいい。もうちょいだけやっていい？どんくらいの動画になってんのかわかんないけど。馬も気になるな。馬も気になる。でも、ここで二人に話しかけよう。ああ、大丈夫だ。さっき勝ってるから、こいつらには。ああ、スパークがもう使えない。オッケー、ファントム絶対先に殺すか。大塚のスパークならまた変わってくんのか。フレームかましとくか、もう。で、お前も一応スパークだ。二人スパーク。相手を麻痺させるとかできたらいいのにね。わ、早い、あいつ。会心の一撃はやめて。よし。あー、倒せないか。まあでもフレームで。よし。ちょっと無駄だったかな。無駄打ちしたかな。まあまあでもしょうがない、そんな。よ、お前は？剛腕僧侶、アダプケトン。ふふふ。勇者様。戦う僧侶の武器を差し上げましょう。まずはご覧あれ。頼む。それでは荒っぽく行きますぞ。なんでだよ。この、なんでだよ。ご覧あれ。これぞ、流星のフレイル。2回攻撃できますぞ。すごい。なんで、マジかよ。ちょっと、はいや、お前。なんでお前が先に攻撃してくんの、嫌なんだけど。結構。しかも、大塚を落としたって、お前結構賢いな。クレバーな戦い方するね。復活水大塚に使う。だいぶクレバーだわ。じゃあ防御力上げといた方がいいのか、全体の。まあでも、一旦フレームだな。リカバーか。味方全体の HP 回復。でも、お前足早いんだもんな。まあ一応、いや、まあいっか。まだ大丈夫だ。2回攻撃、だいぶ痛いな。うわ、痛いな。よし。うちの主戦力だからさ。あとどんくらいなのお前。結構あるね。なんもできねえな。勇者防御しとくか。ヘイト取ってる。あ、道具じゃない。防御しとくか。で、この二人にガンガン殴ってもらって。で、とりあえず、まあそうだな。武田はさ、万能型だからさ、回復入れとけ、ここで。相手2回、ヒールとかあんのお前も。あ、お前もヒールとかあんの？消耗戦になるってこと？結構きついぞ、そうなってくると。こっちだって MP が底を尽きてるもん。そうだね、もう一応攻撃だ。会心ナイス。いや、お前ヒールはえぐいって。俺らが与えるさ、ダメージよりさ、お前の回復の方がさ、強そうだもん、なんか。勝てる！あとちょっとだ。もう全員攻撃で勝てる。武田が早いもん。やった！戯れが過ぎましたかな。さあどうぞ。ありがとう。フレイルは鎖で敵を振り回す武器。相手から距離を取って戦える分、防御力がアップするのです。中でも今渡した流星のフレイルは、全武器の中で唯一2回攻撃ができます。そうなの？世の中には全体攻撃できるフレイルがあるとか、本当でしょうか？最も貧しき者が第一母神に宿を乞うとき、女神の武器が授けられるという伝説。なんだこれ。
最も貧しき者？なんだそれ、なんだそれ、金持ってちゃダメってこと？第一母神の、なんだこれ、第一の精霊みたいなやつに宿をもらう時があったりするってこと？わかんないけど。装備、小林フレイル装備できたりすんの？できないよね。ってなってくると誰がさ、まさかお前？無理だよね。武田？あ、武田、お前がさ、できたら最強じゃん。二回攻撃お前できんの？めっちゃ強くなるじゃん、武田。そっか、こういう上質な剣より、まあ、上質な剣の攻撃力あったか。まあ、でも絶対二回攻撃の方がいい。流星のごとく人々の希望を乗せて飛べよ、鉄球。どういうこと？いや、もう武田が強くなってんな、めちゃくちゃ。ただ MP がないな、みんなの。MP 回復したいね。MP 回復の薬みたいなの買いたいね。いや、いらっしゃい、止まる。あなたのこと、もしや。まあ、防御力ちょっと試されても。買えないんだよな。病気に効く薬か。あー、セーブの大切さを教わったわ。普通の装備品か。あ、これもらっとくか。魔法水なのだ。勇者様、大切なのは話しかける順番です。その選択は自由です。話しかけた順序によって反応が変わる場合もあるようです。ですが、記録はこまめに取ることをおすすめします。めったにないと思いますが、最悪の場合、罪の状態もあります。そうなの。記録さえあればそっからやり直せるのですから、確かにな。まあ、レベル上げとくのもありだけど。剣はいいんだよな。いい薬欲しいけど。あ、安い薬を割引価格で販売しております。こいつも息子だったりしねえよな。こいつも気になるけど。いや、攻撃力を試されても。どうするじゃあ次。まあ、まだな、強いとこ打倒してないからな。いや、今回このぐらいしとくか。このぐらいしといてもいいよね、もう。MP めっちゃ回復させてさ、あいつと戦いたいけど、さすがにまだ無理だもんな。なんか、買い取ってくれるところ、あ、買い取りはしてないんだもんね。買い取りしてくれるところがいいんだよな。あ、この子に水、この子の水を買って終わろうかな、今日は。金700あるしね。じゃあ、水買うよ。スーパー復活水、単体の戦闘不能を回復する。あ、これめっちゃ強いんじゃない？持ってる数7。めっちゃ持ってんな。いらねえな、実際。まあ、復活水1台買っとくか。どうも。これどうぞ。あ、ありがとう。もしや、魔公爵の娘か。はい。確かに、かつて私の父は魔王国公爵でした。あなたは一体、我が輩は魔王アストラゼネカである。魔王陛下、そうとは知らずご無礼をいたしました。しかしなぜ私のことを。やはり覚えておらぬか。お前が小さい頃、公爵家には遊びに行ったことがある。一緒にお風呂にも入ったのだぞ。そうでしたか。でも今の私はただの水売り。卑しい身分です。病魔による混乱の渦中で、父が亡くなってすぐ、我が家は、陥落してしまいました。お前の父親のことは残念であった。病魔による薬剤で風評被害を被りあのような非業の死を。もう終わったことです。私は身も心も汚れてしまいました。終わってなどおらぬ。今はまだ戦いの渦中。誰もが制約の中でもがいている。命を失った者、残された者、辛く苦しいだろう。それでも我が輩たちは未来へ進むのだ。なぜなら我が輩たちの命は、そうして過去から脈々と受け継がれてきたものなのだから、お前めちゃくちゃいい魔王だな。魔王陛下。父が死に、陥落しても、没落か、没落しても、それでもお前自身が生きているからには、ここから始まる未来がある。切り開くのだ未来を。もう主人公みたいなこと言ってる。ありがとうございます陛下。どうかこれを我が父の形見です。始祖の指輪、父の形見、いいのか。はい、私が言え、私たちが未来に進むために有効に生かすことが必要だと考えました。きっとこれこそが私の果たすべき制約なのです。心得た、受け取ろう。うわははははは。
戦いが終わればきっとお前を功労者として表彰するぞ。だからいいんだよな。お前もトップとしての才能がありすぎんだよな。トップとしての資質が。じゃあせっかくもらったし、アストラにつけとくか。え、どこにあんの？どこにつけれんのそれ。あ、始祖の指輪。魔法力プラス12、炎雷の火ダメージを4分の3に軽減。だいぶすごいな。魔法力12か。だとしたら申し訳ないけど、大塚の方がいい気もする。あ、でも最大 HP が 115% 上がんだ、魔法の指輪。いや、だったら、いっか。普通に。ゼネかでいっか、じゃあ。というわけで今回はこのぐらいしよう。あ、結構長く撮っちゃったかな？ 1 時間ぐらいちょっと撮っちゃってんのかな？